Ameya, yoka yoka, yoka yoka, ameya. Atama no teppen ni tarai o nozete, myō na miburi de ukare ukarete, shinichi mainichi bochama gata no.お顔見るのもよかよかよかよおかよかよか。アメ屋さん、アメちょうだいな。おや、これはおなじみのお嬢さん。毎度ありがとうございます。さて、今日はどのアメを差し上げましょうかな。あたし今日はたくさん買うのよ。おや、さようですか。たくさん買うから面白い歌をたくさん歌ってちょうだいな。ええ、歌いますとも。それでは最初にどの飴を差し上げましょうかな。だるまさんの飴が欲しいわ。はいはい、かしこまりました。はい、これがだるまさん。さあ、それではこれからいよいよだるま踊りの始まり始まり。あだるまさん、あだるまさん、あだるまさん、あだるまさん。おしゃれだるまの洋服姿、ロイドメガネでシガレットくわえて、つました顔して電車に乗ったら、お足がないので降ろされた。おやお気の毒、いやハイカラはもうゴリゴリだ。あだるまさん、あだるまさん、あだるまさん、あだるまさん。陽気が良いので棚から降りて、2階の小窓で日向ぼっこ。ポカポカ温まって居眠る途端に、2階からころりと宙返り。おや驚いた、いや居眠りはもうゴリゴリだ。今度は何の飴をあげましょうかな。今度はキューピーがいいわ。キューピー、困りましたな。どうもそういうハイカラな飴はございませんが、いかがでしょう。キューピーの代わりに福助ではお間に合いませんかな。福助でもいいわ。どうもあいすみません。さあ、これが福助。さあ、福助さん、一つしっかりと頼みますよ。雨の中から福助がちょいと飛び出して、素材東西。えへん、これは皆様おなじみの福助さんだゆう。頭が大きい代わりには体が小さい、おでこが高い代わりにはお鼻の低いところがご愛嬌。えへん、こんな顔でも愛嬌のあるところはなかなか捨てたものじゃない。私の頭によく似たものはな、今日に一軸おしゃもじ逆さに立てた姿じゃないかいな。こんな方はじゃ奉公もできない。そこで始めた商売、ちょいと皆さん元でのいらない旅屋の看板。こりゃどうじゃ、こりゃどうじゃ、ありゃよく売れる、さあさあお買いなさい。うまいうまいうまい。さあ、お次は何の飴にいたしましょう。私あんまり食べたんでお腹がいっぱいになっちゃったわ。そんなことを言わずにもっと買ってくださいな。でもお腹がこんなに膨れちまったんですもん。なるほど。それじゃあ一つお腹のすくおまじないに、飴屋がたぬき踊りをお目にかけましょう。その代わりお嬢さん、踊りが済んだらまた買ってくださいね。また買うわ。さあ、そうお話が決まったら一つ踊りましょう。さあ、たぬき踊りの始まり始まり。たぬきたぬき、たんたんたぬき、お前の中はどうしてそんなに大きいの。私は悔しい、うさぎのおかげ、背中の真ん中に大きなやけど、それを思えば肌が立つ。
恨めしいので腹が立つ。あんまり腹を立てすぎてそれでお腹がさこんなに膨れた。たぬきたぬきっと私はこれで獲物がなものよ。秋の御立のつくしが花で口に浮かれて腹つづみ虫の鳴く尾花の踊りいつか落ちたも浮かれ出す。さあこら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 陽気だ陽気だ。さあお嬢さん踊りが済んだから飴を買ってくる。おやお嬢さんの姿が見えない。おやおやおや、大事な飴が一つ残らずなくなっているぞ。あ、こんなところに手紙が落ちている。なんと飴屋さん、飴は私がもらっていくよ、タヌキより。あ、さてはタヌキがお嬢さんに化けていたのか。